1944、年の最後の数ヶ月間、日本はアメリカ軍に対する差し迫った敗北に直面しました。同年12月26日、大日本帝国陸軍の小野田広少尉がフィリピンのルバン部という小さな島に派遣された。彼は、いかなる代償を払ってでもアメリカ軍の進軍を遅らせること、可能な限り戦って彼らの速度を遅らせること、決して降伏しないことを命じられた。彼も指揮官も、それが自殺任務であることを知っていた。1945年2月、アメリカ軍が圧倒的な力で島を占領し、日本兵のほとんどが降伏するか死亡したが、小野田と部下3人はなんとかジャングルに隠れ、アメリカ人と地元住民に対するゲリラ戦争が始まった。彼らは破壊活動を行い、補給地帯を攻撃し、あらゆる方法で敵軍の作戦に干渉した。その半年後、広島と長崎に2発の原爆が投下された。日本は降伏に署名し、すぐに戦争が終わった。それにもかかわらず、数千人の日本兵は依然として太平洋の島々に分散しており、小野田のような多くの兵士は戦争が終わったことを知らずに戦い続けていた。彼は日本政府と協力して、太平洋全域に数千枚のビラを撒き、戦争の終わりと誰もが帰国する時が来たことを告げました。小野田とその部下たちは、それらのビラを読んだ時、それは偽りであり、隠れていたゲリラを根絶するための卑劣な罠であると考えた。小野田はビラを燃やし、彼と彼の部下はゲリラ活動を続けることになった。こうして5年が経過し、アメリカ軍の大部分はすでに帰国していた。ルンバン島の人々は、農業や漁業などの通常の生活や活動に戻ろうとしていました。しかし、小野田広とその部下は農民を銃撃し続け、牛を盗んだり作物を燃やしたりして、ジャングルの奥深くに迷い込んだ者を殺害した。フィリピン政府は、その地域で展開するための新しいビラを印刷することを決定し、そのメッセージには、出て行け、戦争は終わった、あなたが負けた。しかし、ご想像の通り、これもうまくいきませんでした。1952年、日本政府は太平洋に残っている兵士の位置を特定する最後の試みを行った。この機会に、行方不明の戦闘員の家族からの手紙と写真が、天皇自身からの個人的なメモとともに公開された。小野田氏はまたしても、その情報を信じることを拒否し、これはアメリカ人の新たなトリックであると考えた。こうして、さらに長い年月が経過し、小野田氏と部下たちは戦い続けたが、すでにテロにうんざりしていたフィリピン人入植者たちはついに武装して反撃を開始した。1959年の時点で、小野田の同志の、1、人が降伏し、もう、1、人が死亡した。それから10年後、小野田の最後の同志である小塚という男が、田んぼを焼いた後の銃撃戦で地元警察によって殺された。小野田さんはすでに人生の半分以上をルバン部のジャングルで過ごしており、一人取り残された。1972年、小塚氏の死のニュースが日本に伝わり、騒動を巻き起こした。日本人は何年もの間、最後の兵士たちが帰国したと思っていた。日本のメディアは、小塚氏が1972年までルバン部に滞在していたとしたら、おそらく小野田氏自身もまだ生きているのではないかと考え始めた。その年、日本とフィリピンの政府は、今や神話、英雄、幽霊となった謎の少尉を捜索するため捜索隊を派遣した。結局何も見つかりませんでしたが、月日が経つにつれ、小野田隊員の話は日本では都市伝説のようなものになりました。多くの人が彼を崇拝しました。他の人はそれを批判しました。さらに、彼の話は遠い昔に過ぎ去った日本を未だに信じたい人々によるでっち上げだと考える人もいた。鈴木のりおという青年が小野田のことを初めて聞いたのはこの頃である。鈴木は冒険家、探検家であり、そして少しヒッピーでもありました。終戦後に生まれた彼は学校を中退し、ヒッチハイクでアジア、中東、アフリカを横断して4年間を過ごした。私は公園のベンチで、見知らぬ人の車で、刑務所の独房で、そして星空の下で眠りました。彼は食べ物と引き換えに仕事を提供し、滞在先での滞在費を支払うために献血を行った。1972年、鈴木はさらなる冒険を必要としていました。彼は旅行を終えて日本に帰国しましたが、自分の国が厳しい文化規範と社会的階層で息苦しいことに気づきました。学校が嫌いでした。仕事を続けることができなかった。彼は冒険に戻りたかったのです。鈴木にとって、小野田広雄の伝説は彼の懸念への答えとなった。それは新しくて重要な冒険を意味し、彼はそれを追求することに惹かれました。鈴木は、
小野田を最後に見つけられるのは自分だと信じていた。武器も持たず、いかなる形態の偵察や戦闘戦術、あるいは武力戦闘の訓練も受けていない鈴木はルバングに旅行し、一人でジャングルをさまよい始めた。彼の戦略は、小野田の名前を大声で叫び、天皇が小野田のことを心配していると伝えた。驚いたことに、彼は4日でそれを見つけました。鈴木は小野田と共にしばらくジャングルに留まった。この時までに、伝説的な注意は1年以上孤独になっていたが、鈴木に会った後、彼は彼らの会社に感謝し、信頼できる日本人の視点から外の世界で何が起こっているのかを知りたいという切実な気持ちを表明した。二人は友人のような関係になった。鈴木は小野田になぜここに泊まり戦争を続けることを決めたのか尋ねた。兵士は、決して降伏しないという命令を受けたので、その命令に従い続けた。ほぼ30年間、ただ命令に従い続けただけだと簡単に説明した。小野田は鈴木に、なぜ彼のようなヒッピー少年が自分を探しに行こうと思ったのか尋ねた。鈴木は3つのことを求めて日本を出たと答えた。小野田警部補、神田熊、イエティと遭遇の順、2人の全く異なるキャラクターですが、同時に同じ偽りの栄光のビジョンを追い求めており、どちらも孤独の中で自分たちが英雄であると想像していました。その時すでに小野田は人生の大半を幻影戦争に捧げていた。鈴木も彼を与えるだろう。小野田博夫とパンダを発見した彼は、数年後イエティを探し続けながらヒマラヤで亡くなった。人間は人生の大部分を破壊的または無意味に見えることに捧げることを選択することがあります。表面的にはそのような原因は意味がありません。何十年も何十年も昆虫や月死動物を食べ、土の中で眠り、民間人を殺害しながら、その島で30年間小野田がどのようにして幸せになれただろうか想像するのは難しい。あるいはなぜ鈴木は金もなく仲間もなくイエティを見つけること以外の目的もなく自ら死を選んだのか。しかし小野田さんは晩年、悔いはなかったと語っている。彼は自分の決断とルバングで過ごした時間を誇りに思っていると主張した。彼は存在しない帝国のために人生の多くの時間を費やすことができたのは光栄だったと指摘した。もし鈴木が生き残っていたら、おそらく鈴木も同じように自分は運命の赴くままに行動し後悔はしていないと主張しただろう。この二人の男はどのように苦しみたいかを選択しました。小野田博夫は亡き帝国への忠誠心から苦しむことを選択した。鈴木は自分の行動が無謀であっても冒険のために苦しむことを決意しました。小野田博夫は1974年に日本に帰国し、日本で有名人になりました。彼らは彼をテレビのインタビューに連れて行き、政治家たちは熱心に握手を求め、彼は本を出版し、政府から多額の資金を提供された。しかし、祖国に戻って彼が目にしたものは、彼の世代が育ってきた名誉と犠牲の伝統を全て失った表面的で資本主義的、消費主義的な文化に恐怖を感じた。この認識の重みが、どんな弾丸にもできないほどに彼を突き刺した。彼の苦しみは何の意味もなかったので、彼は突然、自分が大義のために30年を無駄に過ごしてきたという真実に気づきました。この啓示は彼に大きな影響を与え、荷物をまとめてブラジルに移住し、死ぬまでそこで過ごしました。小野田と鈴木にとって、彼らの苦しみは意味のあるものであり、それはより大きな目的を達成したものでした。それが何かを意味するという理由だけで、彼らはそれに耐えることができ、あるいはそれを楽しむことさえできました。もし苦しみが避けられないなら、人生の問題が避けられないなら、私たちが自問すべき問題は、どうすれば苦しみを止めることができるかということではありません。しかし、なぜ私は苦しんでいるのか、何のために苦しんでいるのか。さて、皆さん、それだけです。この話をどう思いましたか？あなたのコメントを読んでいます。良い一日をお祈りします。気に入ったら購読し、いいね、押して友達と共有することを忘れないでください。次のビデオでお会いしましょう。